77番の宮本のりみです。宮本さん、この MBC48 っていうのは、これはどういうきっかけで作られたんですか？モーターボート選手会の中のもうすぐ48歳になる人たちで作りました。はい、あ、もうすぐ48歳、はい、あのモーターボート選手会、選手会のシーンですか？はい、そうです。なるほど。ちなみにどんなメンバーなんですか？渡辺ちぐさ、これが私で、あ、後ろにもいろいろキャラクターが。そうなんです。豚は誰ですか？豚…クマじゃないですか？あ、これクマですか？クマは久保田美希。久保田美希さん。ポニョは？あ、谷川理恵。あ、谷川理恵さん、ポニョ。猫みたいなのが柳沢千春。はいはいはい、美味しそうですね。で、柿の種が、柿の種とピーナッツが柿内清美さん。柿内清美さん、柿ですね。柿、なるほど。で、宮本さんがガチャピン。ガチャピン。これなぜ宮本さんガチャピンなんですか？顔が似てるから。なるほどですね。ちょっとあの宮本さんのですね、はい、こんな資料、これ1987年の宮本さんなんですか？整形前です。整形前ですか？はい、整形前です。わけがないです。これ見るとガチャピンだなっていうのはなんとなく変な子。歯もまだ矯正されてなくて。で、この MBC48 の活動内容ってこんな感じなんですか？え、何もしてません。あ、でも多分これからちぐさと一緒に踊りの練習します。ダンスの練習、どこに披露されるんですか？多分女子王座での打ち上げで。しかし、そのぐらいの年代の方が集まるじゃないですか、はい、そうすると最近のこの大会の若者について話し合ったりするんですか？します。します。そういうことはします。はい。で、宮本さん、あの、若さを保つ秘訣っていうのをぜひちょっと伺いたいんですけど。え？若さを保つ秘訣っていうのは？好きなことをすることです。例えば、どんなことですか？まあ、よく飲んで、よく寝て、食べて。宮本さんというとね、お酒がすごく強いという。そんなことないですよ、もっと強い人ここにいますから。この人が一番強いですから。そう、一番強いからこの人。一番強い。スミさん、この人はおかしい。スミさんが一番強いです。この子は一番盛り上がってます。なんかそのお酒でなんか失敗、ありますよ。最近あの家に帰ってきて鍵が開かなくって、でセコムだったんで慌てて靴を脱ごうと思ったら玄関口で転んで鏡を割って顔面打撲でした。すごかったですよ、青タンで。言われました。はい、完全に治りました、ね、はい、治りました。はい、治りました。旦那様のですね、はい、増田さんも、ボートレーサーですけども、はい、お互いにボートレーサーやってて夫婦円満ぐらいどういう秘訣っていうのを教えてますか？そうですね、あまり毎日一緒にいないのでそんな干渉することもないし、あの一緒にいるときは仲良くしてますけど、いない時が多いので多分それで仲いいんじゃないですか。逆にそのいない時間があるからこそっていうところがあるんですか？そうですね。じゃあ特にこう円満を、円満の秘訣っていうは特にない。あまり干渉しないことです。はい、最後ですね、あ、ちょっと宮本さんにお聞きしたいこと。はい、若いって普通の、ね、46歳よりも感覚とかも若いと思うんですけど、ね、おばさんっていう言葉とお姉さんの言葉と公開性っていうのは公開にあるので、
い子といたらあのお姉さんって感じですけど、やっぱり娘と同じぐらいの二十歳ぐらいの子と一緒にいたら、私おばさんだからって結構言っちゃいます、ね、はい。でこの MBC48 のメンバーと一緒にいるのは普通にお姉さんかな。お姉さん、はい。最後は全国のファンに一言メッセージをお願いします。はい、これからも若く頑張ります。ありがとうございました。ライブでもすごいですよね。いやこれすごいです、本当に。1987年なんですね。すごい、歌詞映ってないよ。ないんだ、歌詞映ってないよ。すごい虫です。すごいね。すごい虫でした。うわ気持ち悪い。こんな毎日怒ってたんだよ。この人こんなんだったんだよ。整形するもん。歯は出っ歯。誰か全然わかんないね。